ちゃんと仕事もやりつつ大学もちゃんと通ってっていうのできちんと卒業したんですね。そうなんです。まあ名前がトリンドルなのでこうなんか友達に出席を出してもらうとかも絶対バレちゃうんですよ。そうですね。<laughs> こんな形の5文字っていうだけで <laughs>。 <laughs> あ、確かにあの普通の日本人の,女の子はトリンドルですって言ってもいやいやいやってみんなから突っ込まれますからね。うもうそのそうなんです出席表この名前のところでちょっとカタカナ五文字ってなかなかちょっと難しくて確かに大変不可能ですよね。そうなんですよ。